大人の謎謎。ん？このコーナーでは明日使える大人の謎謎をお届けします。うん、では今日の問題はこちらです。はいはい。最初はふにゃふにゃでも、うん、入れるとカチカチに硬くなる。最後のポジが、このものってなんだ？コンチンチン？コンチンチンとは？コンチンチン、コンチンチン。コンチポンチン。コンチポンチン。コンチポンチン。男性のあそこにあるもの、コンチポンチン。コンチポンチン。違う？新たな、うん、コンチポンチン。ですかね。もう一回いきます。最初はふにゃふにゃでも、はい、入れるとカチカチに硬くなる。そう、入れるとカチカチに硬くなるんです。最後のコンチポンチンは入れる前からカチカチやもんな。あ、そういうこと？確かにそうだ、うん。最後の文字がこのものってなんだ？コンチポンチンじゃないんだな。そうですね。しかも最後の文字がコですからポンチポンチだと最後チになっちゃう。ちょっと待って、最初の文字がコ？最後の文字がコです。最後の文字がコなんや。最後の文字がコ。なるほど、最後の文字がコなんや、はい、だからチンコではないと。チンコではない。で、チンコだって入れる前から硬いもんね。確かに。どうお姉ちゃん。そうですね、硬くないと入れないですかね。じゃあ正解発表したいと思います。もう買いに行くの？あ、まだありますか？いいですよ、いいですよ。正解は、冷蔵庫でした。まあ、冷凍庫でも正解。冷凍庫が正しいのかな。最初はふにゃふにゃでも、最初はふにゃふにゃでも入れるとカチカチに硬くなる、最後の文字がこのものってなんだ。でもそれはさ、はい、あの箱でしょ。だってその入れるものに関しては、はい、だからそれはさ、そのね、はい、高慢の話やんか。高慢の話はないよね。そう、高慢の話はない。あ、そっか、そういう。いや、エロラジオらしくなってきたね。なるほど、なるほど。それでは今日も始めていきましょう。はい、ボイズハート放送局。ナッホー月森ねねです。トイズリは南川です。芸人と声優が大きなお友達と作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきますと、はい、いやー、でも確かちょっとその謎謎にはさ、意義ありっていうか、あ、意義あり、なんか毎回毎回そういうこと、はい、あれ、それな、でその毎回これちょっと趣旨変えてさ、謎謎してるやんか。 そうですね、その正解を教えてくれよっていう話なんだけども、俺は何が正解、何が正解って、どう答えるのが正解なのか。そう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 、このラジオで、まあでもそこはちょっと謎謎としてさ、はい、もう他にありそうやけどね、冷凍庫の他にね。あ、確かに固く、最初ふにゃふにゃで入れると硬くなるものでしょ。そうです。なんかありそうやけどな。なんかありそうですね、確かに。ふにゃふにゃ、まあそれがまあ冷凍庫かなって、確かにな。まあ、パッと言って出てくれるもんじゃないんやけど、俺もそんな才能ないんやけど。いや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 、まあそうね、はい、まあ、今後も続けていくんでしょ。そうですね、多分続いていくのかと思われます。OK です、 OK です、はい、ました。またご回答よろしくお願いします。了解です、ありました、そして来週の今頃、浪川さんはモルックの世界大会に行ってるはず。そう、何事もなければフランス行ってます。あー、行ってらっしゃいませ。その要は世界大会がありましてね、はい、前回行ったのは、何年前行ってます。コロナ前ですから、2019年、はい、2019年、3年ぶりに行かせていただくんですけども、はい、まあその時は世界ランキング27位。お、それはいい方。まあまあ結構勝ち上がりましたよ。実はあのシングルランキングで勝ち上がったんですけど、はい、300人ぐらいおったかな、はい、うん、あ、すごいですね、はい、その中で、ね、27位になったんですが、はい、今回はどこまでいけるか。そうですね、というところでございますけど、ランクアップを期待しております。ただあのちょっとこう不安な動きというか、はい、もちろん僕はあのユニフォームあの、はい、テイクだけじゃないですか、うん、もちろんこのトイズハートを作って書いて帽子、これは僕が被りますけども、はい、チームの奴らがわざと忘れていく可能性があるんですよ。森田さんとか許せないじゃないですか、俺は。だから俺は LINE で言ってるんですよ、 LINE グループで、はい、あの帽子忘れんなよって言っても、なんか森田とかは帽子みたいな、いやいや、トイズハートを作って書いて帽子よっつって、帽子？帽子とか俺あんまあのカメラとかの前で被らないタイプなんでとか、いや、そうじゃなくてユニフォームや、トイズハート王子のユニフォームやっていうことで、下手したら俺しか被ってない可能性あります。そんな。でも金井は絶対被らせますから。そうですね、はい、もちろんもちろん。ぜひよろしくお願いします。します、ね、トイズハートの看板ももちろんですね。看板背負って頑張って。僕だけはしっかりと背負いますから。はい。しがませていただけますから、お願いします。はい。そして番組の実況や感想はハッシュタグトイズハート放送局でお待ちしています。はい、それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます。トイズハート放送局、今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズ
ズハート放送局。改めまして、月森ねねです。南川です。はい、お便りが来てますので、はい、ご紹介します。お名前、匿名の方からですね。はいはい、ありがとうございます。ありがとう。月森さん、南川さん、おなほ ー。先日セクシャルな話のコーナーで、ピタゴラスイッチ SM 装置を自作したいという話が出ていましたが、自分は機械工作が趣味で、以前普通のおなほを電動おなほにするマシンを作ったことがあります。おなほをセットしてピストン運動をするレベルのシンプルなものですが、十分すごいですけどね。作ってみたものの、正直僕には合いませんでした。オナホをセットしたら、あとはなすすべなく抜かれるので、マグロタイプの男性には合うかもしれませんが、お二人は世の中で機械化してほしいものはありますか、という。なるほどの。いや、すごいね、匿名の方。でもやっぱさ、エロっていうものがさ、ものを進化させるじゃない、すべては。パソコンもそうやしさ、すべてそうじゃない。だからそういうのもっと突き詰めてほしかったら。でもさ、男が動くことが多いじゃないですか。まあまあまあ、そうですね。確かに確かに、そのマグロタイプっていうか、普通にな、やっぱ風俗行ってるやったらもうさ、直立不動っていうかさ、別に受け身に徹する感じになる。徹する、受け身に徹するというかさ、はい、やっぱその情のマナーとためにこうさ、触らないようにする。それがやっぱ男のマナーみたいなところがあるじゃないですか。いや、触りたいんやけど、ここはやっぱ情のマナーということで触らないっていうこともあるけど、まあ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 、まあ、うん、そういう人にとってはいいんかもしれない。やっぱこう、積極的に行きたい、積極的にこう触りたいっていう方だと、ね、ちょっと見てなかったのかな。そうね、はい、確かにそういう人はやっぱりそのいわゆる人形タイプが一番いいよね。なるほど、いろいろと使い分けが。だからそういう意味では、はい、今って出てる、あのでいわゆるロボットまだ出てないでしょ。でももう数年先にあるかもしれないじゃない。確かに、言ったらロボットロボットタイプの、no. あのいわゆるエッチ人形、あー、ドール的な、ドールエッチドールっていうかそうなん、全然出てくる可能性あるからね。確かにそうですね、今後に期待ですね。期待よ、今後テクノロジーに。でもそうなったらもう終わりよねついに人は南川さん終わっちゃうんですか。え、そうだったらもう俺は終わりです。帰ってこれなくなっちゃいます、あ、だからどうなんか、でもこの先、はいはい、この先さ、ずっと芸人って厳しいじゃん、厳しいっていうか、なんていうの、やっぱ不倫とか厳しいじゃないですか。あ、まあ、そうですね、すぐすっぱ抜かれちゃいますから。どうするかさ、俺が電動の、はい、それ言ったらアンドロイドのエロドールを買ったって、文春で文春放送で、もし俺がさ、これは売れてね、この後売れてで、ね、でドールになって、で俺がなんか独白みたいな感じでさなんとかの60分みたいな感じでさ、言い訳してさ、妻に申し訳ないと思ってみたいなあんなに妻は俺に尽くしてくれたのに今はドールとして一緒に進めないとそんな世界もないことはないじゃないですか。性癖暴露大会だったよね。そうそうそう、ないことないからね、まあ、だからそういう意味では機械化になってほしくないな。あ、逆にあえて、うん、だってそうなるもん。あ、そう、南川さん、そんなっちゃうか。俺はもう、不倫してしまう、やっぱりドールとどう、ねねちゃんはある？なんかこう機械化してほしいみたいな。いや、ドールは、ドールじゃなくてもいいんですけど、うん、まあ、漫画とかでよくあるんですけど、うん、なんか機械のメイドロボみたいなのが欲しいです、うん、一家に一台メイドロボ、まあ、ね、はい、だからそのちょっとドラえもんタイプというか。あ、そうです、そうです、そうです。そういうタイプの家事やってくれる。ねねちゃん、はい、動こう。え？ねねちゃんは、おやおや、ねねちゃんもまだまだ動いた方がいいと思う、それは。え、でもほら、水回りの掃除は前から言ってるんですけど、うん、めちゃくちゃ大好きなので。あ、水回りは好きなんや。やるから、うん、洗濯と。あ、何が一番苦手なの？は、あれです、洗濯、物の整頓が苦手。あー、いわゆる収納、はい、収納苦手です。あー、まあ松竹芸能に収納王子小島塾がいるからうん、紹介していただきました、うん、やっぱ収納はむちゃくちゃあるよなんかあれですかね、うん、書籍とか YouTube とかあったり、あるあるあるし、それ見て勉強して、収納検定とかもやってらっしゃるからすごい、検定とかやってらっしゃるから、うん、ぜひとも行ってください、うん、1万円ぐらいかかりますけどね。まあまあ、1万だったら1万円ぐらい、1万円払えば資格取れるという。あ、すごい、え、そうなんだ。ちょっと後で調べてみよう。お願いします。はい、では、特命の方さん、ありがとうございました、はい、続いて私のメールですか。違いますよ、コーナーがありますよ。コーナーね、はい、行きます。トイズハート、寄せー、寄せー、寄せー。
い。いや、お便りでいいでしょう。あれ寄せです。はい、寄せです。このコーナーはトイズハートの商品などをテーマにした大喜利お題に、うん、リスナーの皆さん、そして南川さんに回答してもらうゴリゴリな投稿コーナーです。OK です。今回募集していたお題はこちら。うんうん、この人、絶対サキュバスだ、なぜわかったでした。はい、まあまあ、これがね、やっぱりこのラジオのエゴっていうか、はい、うんうんうん、サキュバスっていうものがもう当たり前にわかってるでしょという、もうスタッフのエゴは感じます。簡単に言うと、ちょっと吸血鬼の性欲バージョンでしょ。はい、エッチなお姉さんで、言うたら性欲を吸い取って生きている。エッチではなく、っていう、その世界が。ライカさんの方が覚えてるじゃない。俺はもちろんそれさっき聞いたからさ、うんうん、改めてサキュバスって何やったっけと思って。あ、そうです、そうです。そうそう、調べましたよ。さすが、南川さん。とんでもない。こちら先にですね、リスナーの方からいただいた、うん、回答を紹介していきます。お願いします。ではお名前、マルキさんからいただきました。うん、この人、絶対サキュバスだ。なぜわかった？転んでよろけると、必ずチンコに手をついている。あー、はい、なるほど。思わず手が伸びちゃうんでしょうね。なるほど、なるほど、なるほど。股間に手を伸べて、あー、なるほど、地上だ。地上。なるほど、わかりました。はい、地上。地上っていうのは間違えてる？はい、あ、まあ、地上のサキュバスと中には地上っていうジャンルもあるよね。サキュバスと大きくくる中にはね。うん、もう分からないんだよ、そのカテゴリーが。もうカテゴライズがもう難しいのよ。はい、いろいろあるから。続きまして、お名前、うん、ワンタンとイヌリンのホットドッグさんからいただきました。うんうん、この人絶対サキュバスだ。なぜわかった？牛乳が飲めない同級生から牛乳をもらっている。これ説明がございまして、ヨーロッパのある地方では枕元に牛乳があるとサキュバスはそれを精液と間違えて持っていくと言われ、悪魔よけに小皿に一杯の牛乳を置いて眠るという風習があったそうです。ちょっとごめんなさい、はい、そのサキュバスっていうのはそのイニシエからいるの？あ、そうなの？結構歴史は古いらしい。あ、そうなの、はい、なんかこの新しくこういうエロゲーの世界で生み出されたジャンルではなくて。そうですね、それは言うとグリム童話的なこと昔からいるの？サキュバスって。あ、そうなの？それはしっけ。サキュバスはなんか古くから、バブミとかは最近の。そうやね、バブミはそうやね。でもサキュバスはそう昔からあるんや。そうなんですよ。これは申し訳ない。ただ俺でも無知識でした。いや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 、それはすみません。ということで、はい、うん、じゃあ続きましてお名前、ライムさんからいただきました。うん、この人絶対サキュバスだ。なぜわかった？アイスを食べるとき、必ず舌先でペロペロ食べる。あー、なるほどね。ちょっと想像してますね。確かにペロペロ投げる。ペロペロ。確かに。先ばってんね。先ばってる。先ばってる。先ばってるよね。先ばってるよね。先ばっております。では最後に、お名前、右尾左折さんからいただきました。この人絶対先ばすだ。なぜわかった？居酒屋のおしぼりでチンチンを作ってうっとりしている。あー、なるほど。なるほどね。そう、思わず。なるほど、なるほど。という感じで。感じですか。ございました。以上でございます。OK、わかった。はい。じゃあ次のコーナーいきますか。はい、そうです。私が、はい、で私がお願いします、はい、じゃあいきますね。この人絶対サキュバスだ、なぜわかった？もう戦闘力的に睨んだだけで断蜜がそっと押した。おお、ほら、ちゃんとした大喜利もできるんだよ。ごめんね、なんかいきなりちゃんとした大喜利、ちゃんとした大喜利してびっくりしたでしょ。びっくりした。ちょっと俺も芸人ない、俺もちょっと芸人ないぞっていうところ見せたくて。みんなおおってなりましたけどね。さあ、お願いします。はい、では発表します。はい、まあでもね、それでもちゃんと、それはもうお姉ちゃんの独断の偏見で決めてくださいね。いきますよ。お願いします。今回の勝者は、ドゥル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 ドゥン。ドゥン、南川さんです。あ、これダミッさん。いや、こういう時こそ他の人選んでよ。そうか、うん、お、よかったやろって言いたいやん。なんかよかったんですけど、うんうん、今回結構皆さん苦戦してたのかなっていう、ね、投稿が多数が、ね、ございました。確かにな。だから今回、うん、次回ですね、もっと分かりやすい、皆さんの性癖もぶちまけられるお題をお題ご用意しております。あるんですか？はい、では次回のお題を発表します。母性が溢れすぎなバブミさんにちょっとエッチな甘えをしてください。だから、はい、
そう当たり前のようにバブブって言われるとそれわかるよ、俺はね、知ってるけど、いま一度バブブの説明しただから言ったらちょっと母性というか、バブバブしたいという気持ちがバブミというジャンルなんですよね。これはイニシエからはない、そうですねイニシエからはない、ないこれは新しくできたカテゴリーされた、言ったらちょっと文化カルチャーですよね、わかりました。ということで、こちらの皆さんのご回答をお待ちしています。以上、トイズハート寄せでした。健全な男の子を育成するトイズハート放送局。ねね、南川のセクシャルな話。いいよ。このコーナーは皆さんから性にまつわるあれこれを募集して、性にまつわる知識を深めて気持ちよく過ごしていこうというコーナーです。はい、なるほどね。はい、ということで今回3通ほどですね、紹介していきます。3通ありますか。改めて、そうなんです、このセクシャルの話の中でもこう3つコーナーがあるんですけれども、そのコーナー説明も改めてジャンルが、はい、紹介しつつしていきますね。はい、はい、ではまず最初に初めての性。初めての性、はい、いわゆる性の目覚めというか、そうです、はい、人生で初めて感じたエッチなシチュエーションを、初めての性では募集しています。何でしょう。お名前ミルク缶さんからいただきました。ミルク缶、はい、僕の初めての性は、通販カタログです。あ、はい、綺麗な外国人モデルの女性が下着姿で写っているページが好きで、カタログを見るふりをしてそのページばかり見ていました。時を経て、洋物作品が好きなのはこれが原因かもしれません。あー、なるほどね。でこれわかりますね。まあ確かに一番身近なのよ、うんうんうん、お母さんの、まあ、カタログっていうか、 そこが一番身近だから確かにそれわかるな、そういうの見てたかな。私は見て、今見てましたね。見てた、はい、見てた、見てました、見てました。確かに見てたけど、はい、それよりも先に何かがあったような気もすんねんな。それも相当初期やけどね、南川さんの、相当初期やけど、そんなあったような気もする。まあでも一番は俺あれね、やっぱり結局、はい、おかんとか親父が見てた、映画に出てくるラブシーン、ね、あー、まあね、そっちなのよね。洋画だと、ね、そうそうそう、特に多いですからね。だから俺洋物とかもやっぱり全然やっぱりハマんない。あ、そうなんですね。そう、うんうんうん、なんかさ、中学生の時の高な時とかってさ、なんか何でもいいやん、ぶっちゃけそのジャンルはジャンル問わず何でもいいやん、それでも洋物はやっぱ興味本位で見るけど、やっぱあくまで興味本位なのよね、ちょっと違うかなって。途中でやっぱちょっと笑っちゃうっていうか、受けちゃうっていうのはありますね。はい、はい、なるほど、素晴らしい。では続きまして、オナホの流儀ですね、あなたのオナニーをする時のやり方を、おすすめのやり方とかを募集しています。はい、まあ、本当にね、オナニーなんて人に見られないからね、みんなそれぞれ違うんよ。そう、なんかね、このコーナーでぜひ情報共有しようやという感じですね。うん、そういうことですね。お名前、夏尾さんからいただきました。はい、僕は匂いフェチなところがあって、はあ、AV を再生しながらプレイをしている時に、その女優に合わせたアロマオイルを焚いています。女子高生ものであれば爽やかな香り、ギャルものだったら甘い香りなど、皆さん五感を生かしたオナニー最高ですよ。これこの方クロちゃんじゃないですか。クロちゃんさん、クロちゃんはアロマのなんか資格持ってんのよ。あ、そう、そうなんですね。アロマできる、作れんのよ。まさかの。そう、なんかこう結構ね、あの女の子にあげたりすんねん。はい、女子力、何々ちゃんにはこの匂いが合うと思うよ、柑橘系かなとかで、ちょっと柑橘系に甘いの入れてこれあげるシーンとかって言われる。ちょっと怖いですけどね。怖いやろ。絶対に唾液が入ってそうや。怖いじゃないですか。まあまあ、もちろんあれは資格があるからちゃんとしてあるんでしょうけれども、はい、香りについてはどうでしょう。でもね、俺も匂いはめっちゃ、だからその人は昔付き合ってた彼女がよくつけてた香水とかさ、はい、ベタな話した、ほんと久しぶりにパッと匂った時にやっぱり全部思い出フラッシュバックするっていうか、匂いは確かに俺もめっちゃ敏感というか、覚えてると思います。そうですね、うん、ぜひちょっとこれ南川さん試してもらって。いや確かにな、ね、でもその時の匂いを再現できへんのよ。あ、結局ふとした街中で、あ、この匂いとかもあるけど、その自分で再現できるその技術がないねんな。ね、確かに。で、クロちゃんに頼むしかないから。そこは依頼をして。そうね。クロちゃんやってるもんで、クロちゃんってのは匂いにめっちゃ敏感やから、あれですごい臭い匂いとかずっと匂ってね、自分でこうやって。あ、臭いところとか。そう。ワンコみたいな。そう、そう、本当に動物やねん。すごいよね。ありますか、ねねちゃんは匂いは。私、そうですね、あんまりなんかパッと思い浮かばないんですよね。香水とかも普段ほぼ使わないので、う、なんか、あの、香水とかじゃなくてもさ、物質の匂いとかさ、あー、
まあ、でさ、いわゆる汗臭いじゃなくてさ、いろんなのが入り混じって、うん、その時の時代もあるから、あの匂いを匂ったらもう全部忘れるっていうか。あ、確かにそれは言われたら、あ、思い出すかもって思いました。家の匂いみたいなもんでさ、うん、わー、この匂いやねんっていう。そうですね、確かに実家に帰ると実家だなって。そうね、香りしますよね、なんか。確かに。わかるわかる。あれはほんまなんか本能よね。はいはい、嗅覚大事ですね、はい。じゃあ続きまして最後ですね。オナホー電動博物館。あなたがいつになっても忘れられないエッチな作品や経験を募集していますよ。はい、お名前マスッコさんからです。僕の永遠の電動作品は、うん、ボディペインティングでビキニを作って外を練り歩く作品です。あるよね。次第に汗で剥がれていくビキニ、こんな状況で困惑顔で歩く女優さん最高です。今の時代では絶対にできないであろうこの作品、今でもたまに再生して見ています。はー、ということで、でも分かるよ、それは見たこともあるし分かるけれども、はい、まあそういけるっていうのがすごいね。なかなかね、やっぱりだからそれやったらやっぱ作品やん。はい、作品でしょ。だからそれを目的として作ってるやんか。でそれよりもそのなんていうの、やっぱこう リアリティが欲しいから、はい、なんかここでも言ったか などっかの祭りでさ、金箔、金箔塗るやつがあって、金箔塗った女もあれもやってないと思うんやけど、そうなんですよね、本当に金箔を塗って女の子がさ、どういうカルチャーなんやろっていう。確かに。しかもめっちゃ綺麗子よ。うんうんうん。でそれで踊ってんねんな。すごいよ。すごい。いや、どういう、まあ多分ね、そういう祭り、ちゃんとした祭りなのよ。ちゃんとした祭りやから。でもこっちとしてはさ、いやちょっとね、違う目で見ちゃう。乳首とかもしっかりと映ってるから、あれはさ、なかなか映像として、そう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 、すごいでしょ。これすごいでしょ。ね、そう、だからまあ、金の、まあ、パンツは多分履いてはるんだけど、まあ、その上半身とかは全部金箔を塗ってんの。でももう形はありありとしてるから、ちょっと、ね、そう、リアルこれ。でもこれでさ、ここに生まれたって言ったらおかしいけど、この地域に生まれて、はい、この参加するって言われたらどう、お姉ちゃん。でもこれはエロいとかないで、多分ちゃんとした神聖な祭りなのよね。うん、そうそう。どうなんだろうな、なんか、うん、恥ずかしいですけどね。まあ絶対恥ずかしいよ、年頃とか特にね、恥ずかしい。でも見てる人でさ、エロい気持ちで見るなっていうのは無理やん。絶対見ちゃう。そう、見ちゃうでしょ。いや、そういう気持ちにならないで、ならないでって思いつつも多分なっちゃう。なる、うん、それなるよ、本当に。まあそれはだから皆さん本当に作品、なんかそういう意味で作品っていうのは健全ですね。はい、ありがとうございました。ということで今回の紹介は以上です。はい、改めて初めての聖オナホーの流儀オナホー電動博物館、このコーナーへのお便りを募集しております。募集してます。いろいろあると思うんで、そうですね、みんなのいろんな好きな電動入りあると思うんでね、はい、お気軽にぜひともお願いします。はい、皆さんから聖にまつわるあれこれお待ちしています。でね、南川のセクシュアルな話のコーナーでした。トイズハート放送局、ここでトイズハートからのお知らせです。本日は温泉浴場2をご紹介します、うん、トイズハートの人気オナホール温泉浴場のコンセプトをもとに新素材を採用し、さらに重量感がアップしてより肉厚になったリッチモデルです、うん、内部はゾリゾリ系刺激がしっかり楽しめるひだ山が高い構造を採用、さらに内部を進むとギュッと詰まった密着感も味わえます、うん、一層際立つ鉱山系ボテひだをお楽しみください。温泉浴場2は通販サイト様およびお近くのショップ様でお買い求めいただけます。以上、トイズハートからのお知らせでした。トイズハート放送局、お届けしてきましたトイズハート放送局、エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールは番組ページのフォームからお願いします。この番組は月曜日のお昼12時からトイズハートの公式ホームページでもアーカイブ配信されます。こちらもぜひお楽しみくださいということでございますけれども、はい、まあっという間のお時間でございますが、はい、先ほどやっぱりちょっと情報によると、クロちゃん、クロちゃん、アロマとかね、資格持ってると言ってましたけれどもね、はい、でもなんか
いわゆる揚げる時に、うんうん、あのアロマをいろいろブレンドする時に、はい、イランイランというエッチな気持ちになる、はい、液体を香りこれ犯罪じゃないですよ、うん、あのこれ間違ってください。これだけ聞いたら犯罪に見えるけれども、確かにそうですね、うんうん、あのちゃんとあるんですよ、そう、あるイランイランで、ね、それを混ぜてなんか前田敦子さんとかに渡してたらしいです。その、まあ、テレビの仕事でですよね。まあまあまあ、まあ、でもそれがバレ始めて最近はやってないというか確かに最近はもうクロちゃんの言葉からアロマの話は一言も出ないもんね。そうなんですね。あの人もさ、やっぱりやらしい人やからもう、うん、自分の中でもう飽きたんやろ、ね、もうしかねえならんと思ったやろうね。やらしい男ですよ。次は何が来るのかな、次は何来るのかなっていうところではありますけど、あの人、はい、あのほんまに変わってて、うん、その自分のね、これ低いんやけど、はい、中学の時とかに、はい、小学校かの時に、うん、あの学校にね、鯉、うんうん、とかいるでしょ、うん、泳いでる、泳いでる、あの学校の中に、はい、そこにわざと入って、はい、入ってその中の水飲んでてんだよ、うん、すごいでしょ、ということですか。その日飲んでたって、あの自分を強くしたの、言ったら当時はあの人下駄履いて、あの学ランを袖から切って登校してたんよなんか漫画とか、そう、漫画出てきそうな、はい、それ修行みたいな感じで体の中から強くしたくて、うんうん、雑菌を取り入れることで体の内部を強くしたかったよ。だから コインのところとかに飛び込んで、うんうん、でガブ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 泳ぎながらその水飲んでて、やばーやばすぎるでしょそれが20年後アロマやっぱりそんなやつがアロマを、もうマジで最高野郎なの、すごい最高野郎でしょ。だからそういうのをやってたっていうのはよく言ってましたよ。何のためにいつ強くしたくて、とだからプールとかお風呂とかでもやっぱ飲んじゃうみたいな、今でも癖になっちゃってる、ね、だからもう飲むとか人のなんかパッてなんかついたらうんって匂うとか、だからうんとこうずっとあの口元に手をねやる癖があるんよ、こうやってこの手の甲をグーにして手の甲を手こうやって匂う癖があるんやけど、それはなんかもうその癖やん、ずっと匂う、なんかこう自分の匂う臭いところを匂ってこうやって、そういうなんか雑菌を取り入れるのよね自分がもう雑菌になってしまってるそんなこといやでもね、まあ、そんなクロちゃんからはね、はい、本当に、うん、あのたまにメール来てもきますよ。あ、本当ですか、うん、松竹がえらい事件起きた時に毎回送ってくるんです。あ、それはいや私たち我々ね触れない方がいいのかなと思って大変な時期、はいはい、まあ、大変な時期ですかだと思うんですけど、うん、どこまで触れていいですかね、これ。あ、全然触れていいですよ、そんな全然触れていいです。それで、いや、あ、大変なことになって、みなみかわさん大丈夫かなと思って、うん、なんか、うん、ツイッターとかで検索かけたら、うん、もう次はもうヒコロヒーさん、みなみかわさんとかの時代じゃないみたいな、うんうん、データが結構ちらほらいる、あ、ちらほら、そう、いてますね。確かに世代交代という形 で、まあ、我々のその言ったらずっとお世話になってる兄さんが、うん、先輩いなくなったんで、続々いなくなりました。なんか真っ暗な、真っ暗闇にもう行かれて、もういなかったことになってます。なんかそれ次はもういろんな人がまたいなくなるんじゃないですか。何かさいなくなんない、私が描く松竹崩壊計画がついに完了する時が見えてきたかもしれませんね。すいませんね、だからもう松竹にじゃない南川でトイズハートをお送りすることになる可能性も来年あたりあるかもしれない大将大将そんな可能性、対処というか、その潰れる可能性もあるわけですから、ね、そういうたまにニュースでさ、はい、その南川がもういわゆる松竹芸能って、うんうん、松竹株式会社っていうのがあって、映画とかさ歌舞伎とかあって、それの言ったらちょっと子会社なわけ、松竹芸能、で俺は松竹芸能のことをパンパン言うわけよ、はい、たまにその松竹株式会社のお偉いがブチギレてるっていうニュースになってた。芸能だけ、芸能部門だけですよ、ね、正直芸能だけだと思ってたら、歌舞伎とかそんね、別の授業は別に関係ないと思ってるんやけどでも怒ってる人がいるらしいみたいなニュースがあって、うそう、市川海老蔵と南川は気をつけろって書かれてまた大物と俺石川海老蔵と肩を並べることになってます。皆さんすいません、よろしくお願いいたします。この番組は元気に楽しく今後も続いていきますのでよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は月森ねねと南川でした。バイバイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。